ございます。ということでハピカ2部、皆さんに会えて嬉しいです。徳島から来ましたハピカです。よろしくお願いします。ありがとうございます。私ですね、いろいろ SNS をやっておりまして、 Twitter とかそれから Facebook もともとやってたんですけど、最近 TikTok 始めたんですよ。やってる人お父さんの中でいる？あ、少ない。で、知ってるよって方、 TikTok 知ってる？あ、まあまあ知ってるよね。そう、あの知ってはいるけどね、やってはないってだけに。あ、 YouTube とかのショートとかも結構 TikTok 動画上がってて、で私もなんかこうね、あの違う世代に自分の歌を伝えようと思って最近始めたんですよ。で、2週間前に実はマラソン、フルマラソンをエントリーしまして、で、今からマラソン練習スタートですっていう TikTok の動画を3つ上げたんですよ。そんで4つ目に骨折しましたからね、足やばない、もう実は骨折しましたみたいな。これは全然あれだね、ライブ中にね、あの飛び舞いよってこけたんですよで骨折した。だから足が今実は折れてます、見ての通りね。でもギブスは皆さん外れちゃうんですよ、ここ1ヶ月ぐらいで。なのでここの広島に来たのはもうギブスね、多分初だと思う、あの最初で最後だと思うので、よかったらぜひチェキ取ってください、よろしくお願いしますはい、私平行物販で、帰ってしまうんですけど、よかったらぜひ終わった後遊びに来ていただけると嬉しいです。では今日はオリジナル曲ばっかりですけれども、1部やった曲も2部やったりとかね、新しい曲も入れていきます。そしてこの今さっき歌った曲が新曲でですね、エールという楽曲で、CD があと手売りで100枚限定でクラウドファンディングっていう形で2000円で販売しております。この CD があと、おそらく46枚ぐらいかな残ってますので、もしよければ応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いしますありがとうございます。では皆さん、オリジナル楽曲2曲通して一緒に盛り上がってくれますか？盛り上がっていきましょう。
ありがとうございます。オリジナル楽曲を作詞作曲で活動しております。すごいね、今日久しぶりというか初めてここでガチ恋工場全力で聞きました。ありがとうございます。ここではね、結構この箱では普通いつもなのかな。結構ね、ケちゃんも近くですごい私自身も楽しいです。今日はね、広島に来れて本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日ですね、この平行物販来てくれた方はね、この明日取れちゃうんですけど、ギブスね、ギブスに落書きできますので名前を刻んでいただけると嬉しいですよろしくお願いします。みんな書きに来てください遊びに来てください。でですね、あと1月の9日、年を明けてすぐに私の生誕祭があります。イエイ、ね、365日のうちの1回だから、1回しかしない生誕祭、4月とか5月とか何回もないから、1月だけですから、もしよかったら徳島まで遊びに来てください。よろしくお願いします。もう1万に買ってくれてるチケットを皆さんね、まだ持ってない方多いのでぜひ買ってください。よろしくね、来なくてもいいです、買ってください、とりあえず来なくても最悪よ、もう来れなかったも仕方ないよ、心が痛い。でもね、予定入っていけないんだよねって言ってくれるのはいいけど、いいよいいよ買ってくれたでね、まあ冗談ですけど、本当はね会いたいですけども、ぜひね、チケットも買ってくれると嬉しいです。ということで、次の曲でラストだな、ちょっとラグがありますね。次の曲でラストとなりましょう。うわー、ありがとうございます。みんなもう何を笑っとん、イエーイ、盛り上がっていけるかい、いけるかい、みんな魂の叫びをね聞きたい。一部やったんですけど、一部おらんかった人もおるので、俺もっていうね、ありがとうございます、俺もっていうコールが入ります。それな言ってあげて、教えてあげてね。私が君の翼になりたいというので、俺もって魂の声を聞かせてください。練習いきますよ。君の翼になりたい、ありがとうございます。ちょっと控えめやったねみんなちょっと控えめやったね。本番はもっともっと魂の叫びを聞こえるようにね、私も頑張って歌うので、皆さん一緒にラスト盛り上がってくれますか。まだ足りない、まだ足りない、全然足りない、もっといけるかい、もっといけるかい、いくぞ、皆さんラスト一緒に盛り上がってくれますか。ありがとう、盛り上がっていきましょう。
ありがとうございます。皆さんね、この Wing という曲すごいなんかノリよくて、一番なんかあこの曲いいなってすごい言ってもらえる曲なんで、今日は CD を5枚だけ持ってきてます。でなんと特別特価の2000円です。バラすなバラすな、通常価格でございます。今ならサイン付きでね、今ならサイン付きでお届けしますので、よかったらこの後平行物販来てくれると嬉しいです。皆さん今日はこの後ねライブたくさんありますので楽しんでいきましょう。ありがとうございました。